まずトレーニングモードで操作方法を確認しましょう。まずトレーニングモードで操作方法を確認。オプション画面ではさまざまな項目を細かく設定できます。セーブする場所を選ん、オプション画面ではを始めます。戦場を選んでください。どうした？のろしだ。村で何かあったみてえだぞ。何？襲撃かもしれねえ。まさか強戦士か。だとしたら厄介なことになるぞ。村に戻ろう。夢を見てるに違えねえぞ。夢だと思うみたいな現実だ。こりゃとんでもねえことだぞ。ありゃ一体何なんだ。巨人族だ。伝説じゃなかったのか。神々ですら巨人を恐れるって話だ。ほどの怪物とは。だが勇士の証を立てる時だ。こんな強敵はそういないぞ。バカ言うな。あの大きさ見てみろよ。クマだってあれに比べりゃ子猫みたいなもんだ。勝てっこねえ。だが戦わねば皆殺しにされる。逃げりゃ何か助かるってもんだろう。奴らは追ってくるぞ。俺たちは逃げられても子供と老人は逃げられん。だけど勇者だけが死後バルハラへ行ける。臆病者は冥界ニブルヘムへ行くしかない。だけども相手は巨人なんだぞ。村を守れ。
てみな。襲われてんぞ。奴ら、女子供もお構いなしだ。畜生、女房は無事なのか。敵がいるぜ。敵がいるんだ。こいつが巨人族。でけえ、神々さえ巨人を恐れるっていうが、そのわけがやっとわかったぜ。なんてデカさだ。オルハラへ行くことになりそうだ。行くぞ乙女よ、俺を導きたまえ。助けて。横体系だ。おお、進め。デカいくせに早いぞ。なんでこんな目に。助けたまえ。敵がいるのよ、止まってたまえ。お救いください。闇に勝利を。